2023年最初の放送となる今夜はこのコンビでお送りします。はい、ということでね。はい。何ですか？すいません、佐久間さん。はい、ね、佐久間さんとこうやるときは、もう大体伸びるっていうのが分かってるのに、こんな、そんなスピード感でやっていったら、本当に何もできず終わるぞ、この初回。いやいやいや、ほら、俺、そのラジオやらせてもらってますからね、たくさん。は、お前、え、はい。あ、来たよ。もうね、言ってたんですよ。何ですか何ですか？もうね、昨日、一昨日ぐらい会ってる時も、はい、あるな、つって、そのまんま、つって、はい。したらなんか、あれ、そのままって、はい、何分だっけみたいな。もうこれがまず喧嘩売ってるじゃないですか、まず。いやいやそのままチームに。売ってないね、別に。売ってないの。30分だよ。ああ、そっか、30分か。じゃあ、30分の間隔でやんなきゃな、みたいな。はぁ、俺30分しか知らないけど。おい、今の時間こそがもったいないんだよ。待って、嬉しいとい。おぉ、ありがとうございます。いやいや、ぜひそちらもね、はい、もう楽しみ。30分の間隔で行かせてもらいます。はい、お願いします。そしてね、あれ、なんか、去年のね、もう2022年ですけどね、はい、ライブツアーの時に。はいはいはい。なんか、ね、そのまんまで約束した。はい。ウィンク成功させたらしいですよ。ああ、ありがとうございます。本当にあれは、はい、まあ、新潟の、はい、まあ、初日の、まあ、1公演目ですね。はいはいはい。に、こう、登場した時に、はい、じゃあ俺、ウィンクするわっていう話を、こう、そのままで言わせていただいたんですけど、まあ、もちろん、俺も覚えてました、ちゃんと。覚えてたんですか、本当に。ちゃんと覚えてたんですけど、はい、その日にね、こう、ライブ前。はい、ライブ前。こう、メールがポンってきて。あった、おう。なん、誰か。このタイミングで、つって。母ちゃんから。母ちゃん。ウィンク忘れんなよ。めっちゃ聞いとるやん。ちゃんと聞いてくれてますし、まあもちろん、本当にガイさんからもね、こう連絡くれて、ちゃんと忘れないでね、みたいな。いや、もちろん俺は覚えてたから。おでもびっくりしたよね。さすがに母ちゃんからウィンク忘れんなよ。ちょっとさすがにビビりましたね。なんか